を迎えました。こんなにハラハラしたシーズン、皆さんどんな気持ちで過ごしていたんでしょうか。そして今日のこの試合もそうです。3週節までもつれ込みましたけれども、我らの湘南ベルマーレ3対0で勝利をし、そして勝ち点を75に伸ばし、見事 J1 リーグ昇格を